思わないんだよね、これが。映像も記憶してないやん。実はそう思ってましたみたいなの増えてくんの。のせさん映像記憶派なんじゃない？いやだと思う。うち結構場面っていうかね、教科書とかもそのページで覚えるみたいなのが結構多くて、この話このページのこの辺にあったなみたいな、普通に耳だけで入ってくるものがね、覚えるのがね苦手なのかもしれない。うち結構記憶力いいと思ってたんだけどな、自分のこと。エピソード記憶が下手なのかも。そうなのかな。人間タイプ3タイプいて、耳から情報を得るタイプ、目から情報を得るタイプ、体で覚えるタイプいるからね。あー、でも確かにうちアナログ人間なのもあるんだけど、うち書かないと覚えられないんだよな。てか耳からは無理だ。目で覚えるか書いて覚えるかだもん。リスナーに言われた時ことも次の時には忘れてることある。あ、ごめんね、なんか適当に聞いてるわけじゃないの。その時のうちはちゃんと真剣に聞いてるのよ。でも覚えられないの。ごめんね、なんかもしそれでこいつ話聞いてないやんとかあったら、みんなに同じこと何回も言わせてんのもそのせいなんかな。全然ね覚えられないの。いつも初めて聞いた感じになっちゃうんだよ。しかもさ、アーカイブ見直すとその時の自分もさ同じ反応してんだよね。ホラーじゃない、ある意味。そうなのって言って、その3日後ぐらいに、そうなのって同じ反応してんの。昔バトルパズのビスキュアスキン拾うたびに何これって驚いてた。それもさっきの映像記憶がうんたらとかも全部覆してない。映像も記憶してないやん。何も記憶できてなくない？シンプル頭悪い説ある。ビスキはね、自分が記憶する気なさそう。自分の興味惹かれるものじゃないとマジで記憶できないかも。のせさんタイプ友達にいる、ショー見慣れた、よかった。なんかそうやって、まあでもうちの配信ずっと見てる人とかはもう慣れてんだろうな。うちが今最近これに気づいただけであって、多分うちのことを見てる人たちはもっと前から気づいてたんやろな。周りの人の方がそういうの多分気づくの早いし、こういうやつなんだなみたいな。なんかエゴサとかしててもさ、すごいなって思うのが、うちのエーペックスのあさり方とかを、デスボ拾うあさりとかもね、全部もう何年も見てきたから、多分自分がコーチングしたらめっちゃ改善できる自信あるみたいな人もいて、一理あるなってなった。うちのあさりを何年も何年も見てる人から、こうした方がいいよって的確に言える自信あるみたいな。やっぱうちの配信をずっと見てるから、他の人のエーペックスの配信見た時のスピード感の違いにびっくりするとか、うちが思わずリプしたのが、うちのエーペックスの配信を2倍速で見ててあさり速くなったって勘違いしてたみたいな。めっちゃウケたなそれ。2倍速で見ても違和感に気づかないぐらいうち遅えのってなった。やばくない？2倍速で見て、のせさんあさりめっちゃ速くなったやんみたいな。2倍速2期 1.25 倍速は本当に違和感ない。普通にへこむんですけど、普通に旬です。全然旬です。それこそのせさんは他の人のエーペックス見てあさり速いなって思わないの？思わない。思わないんだよね、これが。なんでやろ、思えよっていう話なんだけど、思わないんだよね。早っとも思わないし、遅とも思わない。何も思わん。無。いや、自分でプレイしてるときは、自分なりに必死に漁ってるから、多分早いとか遅いとか思ってないのよ、まず。自分も他人のプレイとして見て、自分のその配信も他人のプレイとして見て、で他の人のも他人のプレイとして見たら分かるかもしれないけど、自分でやってる時はそれが自分の必死の全力だから、その早いとか遅いとかそもそもその認識がない。自分の配信と見比べたら思うかも。二窓で見比べたりとかしたことないから、自分のあさりに注目して配信のアーカイブ見てないから。コメネタになるから言えなかったけど、マジで遅いと思ってました。なんかありがとう。やっぱリスナーに守られて生きてんだね、うちって。そういうのもちゃんとコメネタになると思って、みたいな感じで踏みとどまってくれてることが嬉しいわ。でも正直ね、それまでだったらね、コメネタだと思ってない。みんなグッと抑えててくさ、確かに。ごめん、なんか、リスナーにそんな思いさせてたんだ、うちのアサリ。情けない。ごめん。実はずっと思ってた。やめて、ここでなんかつっかえが取れたかのように、実はそう思ってましたみたいなの増えてくんの。お前らの気持ちに蓋してたんだな、うち。急に蓋取れるやん。やめて、暴露大会みたいな感じになるの。実はうちも、蓋パカパカで、ちょっとこの話拾ったらパカパカ飽き出してるの。もう理解すれば早くなる。なるかな。頑張ってはいるけどね、いつも。頑張ってないわけじゃないのよ。これだけは言わせてもらいたいけど、遅すぎてイライラするとか言われたら切れる。いや、ごめんってなる。ごめんねって感じ。イライラはしないかな。だって遅いのうちだし。こんだけさ、周りの人にさ、遅い遅い言われてんのにさ、配信者の人とか言われてんのにさ、
うるせえなみたいな感じになってもさ、怖くね？遅いよ、ごめんってなる。自分の無能さにイライラしたことない？ないかな。自分のことそんなに無能だとは思わないから。切り取って考えたら無能だとは思うんだけど、例えばだけどそのアサリが遅いとかね、アサリに関して無能って言われたらそれはそうなんだけど、その一部分じゃないじゃんね、有能か無能かって。もうトータルで見えるのが大事だよ。全然いいところってみんなあるし、